沼津兵学校とは、明治時代初期、沼津城内にあった兵学校のこと。この校で解説する、一を題材とした映画。東宝が制作し、1939年2月21日公開、一を題材としたテレビドラマ。沼津兵学校は1868年、フランスに習った軍隊を目指すという目標を掲げ、 鶴河国沼津の沼津城内の建物を使って徳川家によって開校された兵学校のこと。受講資格は徳川家の家臣である14歳から18歳ということが原則ではあった。しかし他藩からの留学生もいたと言われる。初代学長は青州であり、教師は優秀な幕臣の中から選ばれた。1870年に表部省の管轄となり、 1872年には政府の陸軍兵学寮との統合のため東京へ移転したが途中で作られた付属小学校は現在の沼津市立第一小学校の前身である。1869年、江原祖六が沼津兵学校付属沼津病院を設立。これが現在の沼津市立病院の前身である。1868年12月徳川家兵。 学校設立。1869年8月沼津兵学校に改唱。1870年沼津学校に改唱。1871年12月沼津出張兵学寮と改唱。1872年東京に移転。共同団工兵第一大隊となる。沼津市明治資料館に移された沼津兵学校の校門。 慶応4年5月28日、徳川家里の800万国を召し上げられ、寸縁山70万国に違法され、沼津に廃されていた。その頃、幕臣の江原昇六、安倍国之助、八田堀慶三らが図って、明治元年11月、沼津城内で、兵学校並びに付属小学校を起こし、オランダ留学から慶応3年に帰国していた、青春を頭取として、 12月に教授を開始した。教授科目は、スケナリ性においては、諸子公論といい、博物新論、地理前史、英漢史略、孫子を論考した。英語、フランス語のうち一課による、会話、文典をはじめ、万国地理、キュウ理外略、天文、万国史、経済説大略を講じた。数学科では、台数、期化三角、 実地測量にプランセット、赤スタントなどの練習を課した。進んで不評学校、公平学校、築造商工などの書家を分かち、それぞれ近代科学的内容の科目を立てて、教育訓練を行った。予備校として設立された小学校の科目は、素読、学書、算術地理、体操、公尺、弔問の六課を本科とし、剣術、 水蓮を随化として課した。平学校資行生214人のうち、この小学校出身者は154人であった。語学関係には、渡辺厚氏、乙骨太郎乙などの著名な学者を教授とし、またいまだ普及の遅れていた近代の数学を積極的に教えたところから、数学の沼津と言われ、軍隊の中でも、公平、方兵などの理系の知識を必要とする分野に、多く、 人材を提供した。明治4年9月30日に、兵部省の達しによって、その直属となる。同年12月16日の2つにより、沼津出張兵学寮と解消された。教授法はそれぞれ陸軍省進む、中佐、詳細下に認じられ、感銘を帯びた。明治5年、東京に移転されて、沼津兵学校は、中央の主幹養成機関 わずか4年もの短期間に出身した者は、陸海軍を通じて、井口翔吾、加藤貞吉、矢吹修一、早川正義、赤松時長、黒田九行、古川千穂誉れ、西新六郎、村田敦志、向山新吉、山口勝、る、その他多数に及び、軍人以外では、青州、田口宇吉、島田三郎、間野文治などがいる。 1939年2月21日公開。配給は東方。青い山脈、またう日まで、菊とイサムなどを手掛けた、今井忠の第一回監督作品。旧幕臣と長州藩出身の学生の交流を描く。富士テレビの塩の木テレビ劇場にて1967年2月16日と2月23日に放送された。江原ソロ先生伝。 産経者、ABCDE のまず教会100年史、日本キリスト教団のまず教会、PP64 から65、ありがとうございます。